人人生初のフェリー乗り込め、人生初の九州の地を自分の車で一周してみよう旅。よかったら動画最後までご視聴いただけると嬉しいです。よし、はい、上式熊野今須神社さんに参拝してまいりました。で、上まで行ってみて、お守りの方をねいただいてまいりました。はい、で今日の予定を決めました。SD カードの交換推奨時期です。ありがとうございます。北東に進みます。
びっくりした。置物かと思ったら本物だ、動いてたよ。
大な景色を牧場ってお肉あったり食べれる気もするんだけど、パターゴルフやってんだ。わあ、ソフトクリームかいいね。牛乳飲めるんだって。まあでも山並みハイウェイがまだ先っぽいんで、その日が暮れちゃうと景色がね分かんなくなってしまうので、先を急ぎます。ここに牧場があるということで、あのブラウンスイスだけ、さっきあのいた牛はそういう名前なのかな。風車的、あ、右になってたよ。
日本じゃないみたい。なんかなんだろう、どこ、海外のなんか砂漠地帯、なんとか州となんとか州の間みたいな感じ。看板に女の子、お姉さんの看板でさ、もうすぐなんとかしようよみたいな看板持ってるかっていう感じ。わかる？言いたいこと。失敗したなって思ってます。ちょっとやばいな。
し、そしたらマジわかる。表面だけだからさ、全部よ、横も全部だからね、この景色なんですよ。これは来てよかったね。なんか何があるんだかさ、全然わかんないから普通に山越えなのかなと思ってたんですけど、これはちょっとね、見てもいいよね。絶対あそこ止まれたかな、いいかなっていう気もしちゃうんですよね。写真撮っただけでちょっと乗せていいかな。ぜひ余裕があったら見に来てください、この景色を。実際いやーちょっとね、ここはどこだろうって感じがする。持ってたんだね。これは熊本なのかな。まだ。右真っ白、かすかに下が見え、ピーだよね、ピーだけど、これピー、止まればよかったかな。うわ真っ白だったもん、めっちゃ綺麗だけど山の中で降りたくねえ。
じゃあ地図上ではあと1分で山並ハイウェイに到着するっていうことなんですけども、この何てっぺんに何かあるのかな。何もなくって素通りだったらちょっと悲しいよね。若干眠くなって、およそ 400m 先目的地です。後ろ半分で雪の上とか行っちゃダメですよ。滑って自分の痛い目見る。はい、最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンの方もよろしくお願いします。よかったら次の動画もまた見てください。バイバイ。